こんにちは。本日はウェアラブルカメラの代表格であるこちらの GoPro Hero 9ブラックですね、こちらの方と360度カメラインスタ360 1X2 の比較検証をしていきたいと思います。画面見ていただきますと、上の方が 1X2 の動画となりまして、下の方が GoPro Hero 9の動画となっております。で、上の左側ですね、左側も右側も同じ 1X2 で同時に撮っておるんですけれども、これ何が違うかっていうと、リフレーミングの違いですね。 1X2 は360度カメラなので、そのまま出すというよりはアプリによってリフレーミングをして、で、どこを映すのかというのを自分で選んで編集をします。これが一つ手間と感じるのか、楽しいと面白いなと感じるのかは、個人のね、いろいろ感覚があると思うんですけれども、 GoPro は、そのまんまね、今映し出されているものを撮って出すということが基本になるとは思うんですけれども、インスタ360の方は撮ったものをリフレーミングして編集するという一手間かかります。で、今映っているのが大きい画面なんですけど、こちらの GoPro ですね、 GoPro Hero 9の画角になります。画質ですね、どんな感じでしょうか。で、こちらが 1X2 の正面ロック、これは360度撮ったうちの正面のみをリフレーミングして編集して出しております。で、こちらはリフレーミング、同じようにリフレーミングしてるんですけれども、今自撮り棒を肩に担いで後ろから、カメラが撮ってるようにね、見えると思うんですけれども、これも、360度すべてね、映しております。今ちっちゃい画面にしましたけれども、このようなね、比較、同じ道を歩いて同じようにカメラで撮ってるんですけれども、印象がね、全然違うと思います。それともちろんこの画角だとか、いろんなね、色味、あとは画面の精細さというかね、画質の精細さというのも随分違ってくると思いますので、ちょっとね、見ていただければと思います。360度カメラのね、 1X の方はこのようにね、右側の方みたいに360度すべて撮っておりますので、このようなね、編集もできますよということです。で、続いてはですね、5K 両方とも今 5K で撮ってるんですけれども、 5K のイメージですね。 GoPro の方はこちらの縦掛ける横のこの今映ってる画質がもう 5K のデータをね、解像度がありますよということで、非常に単純だと思いますね。分かりやすいと思うんですけれども、対して360度カメラのインスタ360 1R はですね、こちらの図のようにですね、球体ですね、こちらの球体全体が 5K ということなので、 5K が分散してしまう、分散という方が合ってるかわからないんですけれども、解像度が分散されてますので、どちらかというと精密さでは GoPro の方が高いのかなと、画像の精密さでは高いのかなとは思われるんですけれども、私としてはそんなにね、ものすごい違いがあるというのはないかなとは思います。で、先ほどね、見ていただいているようにこんな感じですね。で、続いてステディカムモードというものが今回の 1X2 から実装されまして、で、ステディカムモードはどういうものかと言いますと、360度カメラなので 1X2 は基本的にはレンズが2つこうですね、ついております。裏表ね、ついておりますけれども、この360度のレンズをですね、片方だけ使うようにして、で、そこにデータを集約、解像度を集約してですね、で、2K で撮れるというものです。なので、
360度は撮れてませんので、先ほど言ったみたいにリフレームという基本的には編集はできませんというかやりません。 GoPro と同じように普通にそのまま撮って出しというのができるよという形になります。でただし、まあ、超広角だとか広角というものはアプリ上でできますので、こちらも超広角、広角で出してますけれども、まあ、このね、あの画角に関してはリニアもあったかな、あのできるようです。ただし360度と違って、まあ、このね今映っている画面の他のところですね、上だとか下だとか右左っていうのは映せてません。あくまでもこのレンズが、こちらのレンズが向いてる方のね画像しか撮れませんという形です。それがまあステディカムモードというものです。まあその代わりね、こちらしか使えてないので、ここに 2K で撮れますよ。本当は 5K でね撮れたら非常にねもう優秀なんですけれども、まあそこはね 5K ですよということです。画角のね違いとかどうでしょうか。すいません、ちょっとね GoPro 確認ができてなかったんで、あの下の方ね、もうちょっと上の方を映したかったんですけれども、知らない間にちょっと下の方にね下がっちゃってましたね。下を向いちゃってたのかな。で続いてですね、まあ逆の方向、同じようにステディカムモードで撮っております。でステディカムモードは先ほども言ったようにレンズが向いた方向しか映せておりません。360度は映せません、ね、まあそこに関しては GoPro と同じような感じですね。まあ手軽ではあります。どうでしょうかね、これ色味とか画角とか、ちょっと GoPro がね下の方しか撮れてないので申し訳ないんですけれども、まあどちらの方が綺麗とかね、どちらの方が色味が好きっていうのは、まあ、個人のね方の好みが非常にねあると思うんですけれども、でこれ今走ってます。で走ってみたんですけれども、 GoPro もね非常に手ブレ補正強力だということなんですけども、 1X2 もですねそれに引けを取らない、ね、もう非常にね手ブレ補正の性能が高いと思います、ね、全然手に持ってこう動いてても全くね画面が見れなくなるような手ブレというのはないですね。で次にですね、こちら、まあ今ゴルフ練習場を撮ってるんですけれども、まあ画面の比較、360度の比較になりますけれども、360度右側ですね、同じようにゴルフ場を撮ってる、ゴルフ練習場を撮ってるんですけれども、360度カメラであれば、まあ、このようにね 1X2 であればこのようにまあアップにする、これもアプリで行っております。後からねアプリ上で変更できます。で続いては360度写真撮ってみました。このようにね写真を撮ることができます。自撮り棒を持ってで、まあこうやって写真を写しております。でまあこのねちょっとこの写真違和感があると思うんですけれども、まあ、360度このように全体が写っております。でこれをですねインスタ360のアプリもしくはですね Google フォトですね、これを取り込むことによって360度きちっと見れるようになります。でこのように見れます。でこれは動画ではなくて360度の写真を iPhone に取り込んで、 iPhone で Google フォトでアプリで見てですねスクリーンショットの動画で撮ってる状況です。それなんでちょっとね画像は荒いと思うんですけれども、実際の写真はもう少し綺麗に写っております。ただまあ360度こういう風に撮れてますよというのをちょっとねお見せしたかったんでこのように出してます、ね、車も全部止まってますよね。動画ではありません、これは写真ですね、画像です。
画像なんですけれども360度全て撮れてます。まあこれなんかは例えばキャンプだとかね、何か、まあ、会議なんかもそうかもしれないですけども、円卓とか机を囲んでですね、真ん中に 1X2 を置いて写真を撮れば、まあ、全体の人の顔が見えるというような使い方もね、できると思うんですけれども、いかがでしょうか。この全て写真で撮れてますので、もう上も下もね、360度全部撮れております。で、今こちらはね、私なんですけれども、胸の前でですね、腕を組んでるように見えますけれども、これはね、自撮り棒を持って写真を撮ってます。このまんま、今写りますけれども、影を見ていただくと、胸の前で棒を持ってるのがちょっとお分かりいただけるかと思うんですけれども、だいたい120センチぐらいかなの長さの自撮り棒の先にカメラがついていて、で、それをこう撮っているという状況ですね。なんで実際にはこの棒を持ってカメラを撮って撮影してるんですけれども、こちら見ていただくとわかるように、ちょっと手のところがなんとなくこうぐしゃっと違和感があるのかなとは思うんですけれども、自撮り棒は全然写ってないですよね。ここら辺のスティッチングっていうのがなんかすごいなっていうふうに思うんですけれども、実際にはこのように撮影をしております。これが360度の写真ですね。が映像ではありません。写真を、まあ、このようにちょっと撮ってみたと。いかがだったでしょうか。まあ、GoPro Hero 9とね、こちらの 1X2、まあ、比較、ね、やれることが全然違うかなと。いうところはあるとは思うんですけれども、結構ね、比較の対象にもなるかな。こちらが何しろ、ステディカムモード、今回ね、ステディカムモードっていうのはモードがつきましたので、こちらも GoPro と同じような形でですね、360度ではなく正面だけを撮れるようになったということで、ますますね、GoPro に近くなってきたということです。で、防水も、こちらもこちらも、本体だけで10メートル。あるということなんでね、非常にありがたいなということです。ただし、この GoPro、これはですね、ウェアラブルカメラということですので、非常に頑丈というか考えられて作ってまして、ありまして、ここですね、このレンズの部分がこれ外れます。ここのところからね、外れてですね、もしここが傷ついたとしても、ここだけを変えられるということなので、この本体のレンズさえ何かね、とんがったものでぐしゃっといかなければ、ここだけを変えればいいということなのでね、まあ、ここが壊れてしまったらちょっと困っちゃうんですけれども、まあ、ここレンズに関してはね、ここだけを変えればいいということなので、ちょっと安心感があります。対してこちらですね、こちら今、ステディカムモードの画像になってますけれども、これもこちらかこちら一方ですね、使うようにはなってますけれども、こうですね。まあ、こう見ていただくとわかると思うんですけれども、レンズが出っ張ってます。なんで、今もこうやって置かないと、まあ、このままちょっとゴンと置いてしまうのは気が引けるということなんですね。なので、まあ、使っていて、これを例えば、胸につけたりしてね、こう撮ったりはするんですけれども、やっぱりこのレンズがね、非常にちょっと気がかりだなと。これはもう360度カメラなので、超魚眼レンズということでね、仕方がない、ね、致し方ないことなんですけれども、ここだけがね、ちょっと気になるなと。もちろんレンズカバーもあります。ただレンズカバーも、ちょっとね、光が反射してしまったり、スティッチングがですね、ちょっと何もないよりはうまくいかなかったりっていうのがあるみたいなので、
私はレンズは今のところつけてません。持ってはいますけれどもつけてませんね。ね、これステディカムモードで使えるので、どちらか一方使えるというのはいいんですけれどもね。やっぱこの画面のレンズの出っ張りが気になるなというところです。で、画面、これね、見ていただいて、今今度 X2 のリフレーミングなんですけれども、このようにね、リフレーミングすることによって、私は今、端のところから手を伸ばして、自撮り棒にカメラをつけて、ただ立ってるだけなんですけれども、カメラを動かしたりはしてません。ただカメラを動かしてなくても、後からこのように編集を行えるというところが、360度カメラのね、いいところでもありますし、まあ手間がかかるというところでは、めんどくさいということもあるかと思います。それでは15分強の動画をご覧いただいてありがとうございました。こちらの方ね、もし皆さんの少しでもお役に立ちましたら、グッドボタンですね。あとチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。